これが修行の成果だよ。4人だからって甘く見ないことだ。私たちは負けるつもりなんてない。ち、こっちの人数が多い分俺様の力を分散させすぎたか。まあいい、調子に乗るのも今の。嘘、なんでエリアボスがここに。またあなたたちの仕業。大根さん。大悟だ。なわけねえだろ。だがますます面白くなってきたな。すぐにぶっ倒れんじゃねえぞ。ボスには逃げられちゃったけど、ちゃんと戦えたね。うんうん、これなら迷子さんにだって勝てるかも。だから大悟様だっつってんだろ。てめえの仲間には人の名前を覚えられるやつはいねえのか。日和はわざとじゃないよ。でも私は倒す相手の名前なんて多すぎて覚えていたくないね。いいねえお前、その考え方嫌いじゃないぜ。だからこそ俺様の力でぶっ壊してやりてえ。あのツンツン女を仲間と分断しろ。やつだけまだ連携が不完全だ。俺様と親衛隊が相手をするぜ。望むところだ。バカ、なんで私の方へ来た。と言いたいところだけど、ありがとう。今は私と一緒に戦って。レイさんが遠い。待ってて、レイさん、今助けに行くから。気をつけて、ヒヨリちゃん。踏み込みすぎは危ないよ。ヒヨリ、ユイ、今助けに行くから。てめえ、ずいぶんキレが落ちたな。なんだ、仲間がやられるのがそんなに嫌なのか。へえ、仲間を失うのが怖いんだ。それで何でも自分一人で全部背負い込むんだ。なるほどね。うるさい、そんなことあるものか。私は怖くなんか。くそ、なぜ体が動かない。まさか本当に怖がってるの。そこまで気を許したつもりはなかったんだけどね。私だって君と同じだ。大切な仲間を失いたくない。だから今だけは絶対に負けられない。まだレイさん、待ってて、今行くから。ダメだよ、日和ちゃん。それ以上ダメージを受けたら HP がなくなっちゃうよ。全員ボロボロじゃねえか。てめえんとこのプリンセスナイトは随分としょぼいんだな。そんなことない。私たちのプリンセスナイトは信じるに値する本当の騎士だ。そうだよ、いつだって優しくて誰かを助けるために一生懸命で、そんな騎士くんだから信じられる。騎士くんを信じてるから私たちは頑張れるんだ。だからあなたたちには負けないよ。てめえ、その手の輝きはまだ力に目覚めてなかったのかよ。面白くなってきたぜ。すごい、力がみなぎってくる。まさかこれが本当のプリンセスナイトの力。何これ、体の中から熱くなってく。よーし、まだまだ戦えるよ。騎士くん、ありがとう。私はまだ諦めたりなんかしない。そうだ、そ
それがお前の本当の力だ。いいぜいいぜ、これでやっとマジにお前と戦える。大吾、今日はやめときな。そろそろ帰ってこいってさ。はあ？あいつ、こんなところで引き下がれるかよ。いいのか？逆らうとプリンセスナイトの力を失うことになるかもしれないぞ。いいか、てめえら、次は絶対ぶっ倒す。みんなまたね。今度はもっと強いモンスターを用意しておくよ。次会う時は私も全力で行くぞ。楽しみにしておけ。じゃあな。私たち勝ったんだよね。そうだよ、勝ったんだよ、ヒアリちゃん。やったね、ユイちゃん。やったー、勝ったよ、キシ君、レイさん。うん、やったよ。これでエターナルソサエティが少しはおとなしくなってくれたらいいけど。おい、あんた、なんで俺を引かせた？ちゃんとした理由を聞かせろよ。方針を変えようと思いまして。今後は彼らとはなるべく距離を置くようにしましょう。はあ？なんだよそれ。せっかく面白くなってきたのによ。モサクジアキラが選んだプリンセスナイトとその仲間、さすがに一筋縄ではいきませんね。オクトーたちのおかげで彼らの限界も確認できましたし、次の段階に進むとしましょう。それにしてもダイゴの粗暴さには困ったものですね。もう少し扱いやすければよかったのですが、好戦的で強さを求める姿勢はプリンセスナイトとして使いやすくはあります。今は耐えてください。そういえば渡していたデータからリストは作成してもらえましたか？できてるよ。でもさ、いい加減暗号化して送るのやめてくんない？解析がめんどくさいんだよね。確かにな。それで次はドイツを狙えばいいんだ。このサレンというプレイヤーにしましょう。能力の上昇速度が他よりも優れています。では、私はこれで。あとは頼みましたよ。ああ、次の仕事もまためんどくさそうだな。どうしてこうセブンクラウンズってのはみんな人使いが荒いんだろうね。まったくだ。初めて会った時からめんどくさがり屋だったお前と同じだな。そうだね。それを言うなら、最初に会った頃からずーっと身長が伸びないノエンも変わらないよね。なんだと？よくも身長のことを口にしたな。もう知らん。